実況パワフルプロ野球。はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。スイッチ版のパワプロですね。買ってからだいぶ日が経っちゃってますけど、やっていきたいと思います。サクセスはパワフル高校と暁大付属の、2種類のみですね。で、今回のサクセスはパワプロ9のサクセスがベースになって、まあ、金徳とか、最近の要素が盛り込まれてる感じになるのかな、ざっと見たところで。まだ暁大付属は選べませんので、パワフル高校でやっていきたいと思います。パワプロ9とかどうだったっけな、もう忘れちゃった。なんかやったような気もするし、なんかやってないかもしんないし、名前とかはまあ別にそのままでいいか。呼び方とか好きな球団、まあ、ロッテになってるんでロッテにしましょう。まあ右投げ右打ち、守備位置はちょっと最初なんでファーストでいきましょう。あんまり守備とか気にせず、フォームもまあスタンダードでいいでしょ。ゲームレベル、フレッシュ、ルーキー、ノーマル、エキスパート、ノーマルでいいんじゃないかな。打撃はロックオンがあり、走塁とか守備ってこれ試合自分でやんだっけ。なんかキャプテンになったら、昔のパワプロってキャプテンになったら試合自分で操作したりしてましたよね。まあいいや、ノーマルでいこう。じゃあこれで OK。 あと昔のパワプロなんか3年間あったりするからね、結構長い。多分これ見てると相当時間かかると思うんだよね。矢部昭雄、どうやってカットするの。しかもこれで進んでいくな。早送り、ショートカットもできないのか、1人目の選手だから。まあ長くなっちゃうかもしれないけど、動画は切らずに1本で収めていきたいと思います。尾崎、いやなんか聞いたことあるような気がするな。こいつは全く覚えてない。データ、あ、全部20。チームメイト評価、もうみんなの評価まあ低いよね。まず何をしていくかだよね。全然わからん。とりあえず練習、もう練習の説明いいよ、見ない。基礎練習、技術とか減るんだ。筋力とか敏捷技術減るんだ。体力はマイナス17。守備が一番減るね。投手練習なんてあるんだね。二刀流を作れるっていう。クリアまで115周、めちゃ長えな。基礎練習、これで切り替えができる。30って何、筋力30、敏捷30、上のやつ、あ、体力、違う、分かんねえ、分かんねえけど、いいや、基礎練習やってみよう。これ、なんかが増えなかったっけ、監督の評価とかがいっぱい増えんだっけ、なんか分かんねえや、親父さんが出てきましたね。栗原舞、これは彼女候補かな。彼女ってそもそも作った方がいいんだか作らない方がいいんだか、作品によって違うからね。マジで役に立たない時あるから。タッグが組めそうなのはスペシャルタッグはね、確かあったはず、ちょっと見たけど。尾崎、やべ、メンタルはやっぱ体力は回復するのか。まだ怪我ゼロだし、監督評価上げてく、なんかちょっと試合には出たいよね。お、すんげえ上がった監督評価。まあみんなと一緒に練習しましょうと。ちょっと他の練習もしてみようか。どれくらい評価が上がるか。12。あー、やっぱりちょっと評価の上がりが違うね。さっき19上がったからね。怪我はまだゼロか。結構頑丈だな。ここに栗原舞ちゃんがいる。追ってみる、せっかくだから追ってみよう。早くレギュラーになりたい。どっちが先にレギュラーになるかやめとこう。やべの評価が下がった。今回やべくん普通にタッグ組むことになるからね。デッキとかじゃないから、いつもだったらやべの評価とか全く気にしなかったからな。これはさすがに死ぬでしょ。なんか色が嫌だな。怪我するぞみたいな色してる。休もうじゃん。ってことはもう一緒に帰ろう。
え、断られるかな。断られなかった。すげえな。明日の試験のこと聞いてなかったの。電話番号、え、いきなり電話番号もらったんだけど。電話番号をもらっただけでさ、デートができるようになったって思ってるのもさ。あ、すみこちゃん出てきた。それもまたなんかおかしな話だよね。あくまでも勉強のためにくれたんじゃないの。ちょっと守備練しますか。石川、俺石川だっけ。あ、怪我した。お、体力回復してくれた。あれ、はるかちゃんも出てきた。てか彼女表、彼女なんだ、キャラいっぱい出てきたな。まだデートはでもできないよね。てかこいつ早えな。どうしようかな。お、打撃守備、打撃と守備か。てかいきなりできんの早くね。大して経験値くんねえし。まああれだよね、クリアまであと109周あるからね。そりゃ得られる経験値は少ないよ。これは暁大の偵察かな。怒り守る。俺たちは1年か。まあそりゃそうだよ、1年生って左に書いてあるし。尾崎くんどれくらい強いんだろう。まあ能力見ないけどね別に。ちょっと彼女評価上げていこう。電話番号早々にもらえたから、とりあえず舞ちゃん狙いでいきますか。最初はグー、じゃんけんグー、じゃんけんグー。めぐさい。え、なになになに、チャンスが下がったんだ。ひでえ。監督評価を上げていきましょう。 3% とかも危ないからね。ちょっとデートしてみようか。じゃあ女の子と遊ぼうと。積極的すぎる。遊びに行かない？早い、話が早すぎるだろう。まずは公園、無難だな。俺はもういきなりグイグイは行かないからね。え、そんなにこいつら昔から知り合いなの？かなりいい雰囲気、とても喜んでくれた。25ってすごいのかすごくないのかよくわかんねえ。告白してみようかな。いや早すぎだろ。あ、守君だ。勝負すんのかな。特にしない、勝手に進んでいく系か。ここは別に多分固定イベントだよね。能力が高ければなんとかってことはなさそう。で影山さんが来ましたと。どれだけ評価を上げなきゃいけない。矢部君って基礎練習なの？ちょっとやってみよっか。技術1下がっちゃうけど。これってなんだ、なんか大して、あ、そうか、評価か、監督評価か。手伝う、当たり前だよね。体力下がったけど 2% か。もうちょっと 1% でもあると嫌だからな。こういう時はやっぱりデートでお茶を濁す。ちょっと選択肢がさ、もう次町、海、遊園地とか、いきなりランクが高くなるな。町にしよう。まだ無難な方。何か食べに行きたい。ケーキ屋さん。俺のおごりになるな、これは。シャーベットフェア。あ、今6月だからってこと？メロンシャーベット、うまそう。あ、体力もでも回復できるんだったら全然いいな。親父さんが出てきた。親父さんは協力的だね。レギュラーが発表、いや無理でしょ。だってまだ本当に入学したてじゃん。筋力はすげえ減るよな。ちょっと舞ちゃんの評価上げていく。どこまで上げていく。半分以上かな、その告白ラインみたいな。なんか失敗しても嫌だしな。いやこれは無理でしょ。やっぱり選ばれなかったか。監督がいるな、筋力にいるな。
石原、あ、そっか、多分得意練習のところにいないと得意練習が表示されないんだな。ここは守備いるね。尾崎くんすごいな、評価がすげえ高くなってる。まあせっかくタッグ組めるんで、じゃあこっち行きますか。レベルアップ、あ、やっぱレベルもアップしていくのか。やってると今日は試合だ。まっさに負けてしまった。守備レベル2になってるね。練習練習デートの繰り返しなんだけど、それでいいのかな。まあ、7月だから海行ってみる、せっかくだから。3回目で海。おニューの水着を持ってきた。着痩せするからちょっと水着は恥ずかしい。こいつマジで積極的だな。3回目の告白っていうのがセオリーだけどね。もともとこいつら知り合いだから、それなりに評価上がるの早いのかな。俺たち3年生の高校野球生活は今日で終えた。あ、石原くんもういなくなっちゃった。甲子園という夢は叶わなかった。尾崎キャプテン。お、守備レベルが上がった。合宿。休みなし。まあ、いつもの通りだね。守備が一気に上がってんな。矢部くん守備ができないのか。いるわけじゃないから、スカウトさん評価でも上げときますか。てかあんまりさ、タッグ組んでも変わんなくね、経験点。抜き打ちテスト7月の4週。8月いきなりあれかな。じゃあちょっとメンタルやっときますか。回復、舞ちゃんもいるし、体力90満タンではないけど、休みはなし。結構いいグラウンド、海がある。練習、おお、練習レベルが上がっている。舞ちゃんはまああれだよね、マネージャーだから評価が上げやすいっていう感じ。基礎練習3。スカットさん評価もちょっと上げてくる。もうメンタル挟まなきゃダメじゃん。体力の回復量は上がってるね、やっぱり。ちょっとだけだけどね。打撃12と9でしょ。普段どんくらいなの。キャンプファイヤー、まあせっかくだから参加してみましょう。ワイワイガヤガヤ、誰が誰だかわからない。おお、チームメイト評価、しかも体力も上がった。一応成功失敗的なのあんのかな。9、12だったっけ、さっき技術。あ、上あれか、今のポイントか。あ、最初から30ポイント持ってんの多分ね。能力アップの画面を見てみましょう。あ、変化球ポイント最初から30持ってんじゃん。二刀流もじゃあ何、作ろうと思えば作れるってこと。弾道には欲しいよね。能力アップ後、あ、査定的なものがすぐ見れるんだ。ミートもなんか40欲しいよね。いつ試合に出れるか分かんねえけど、一応これで一旦とどめておこう。4週だから多分もうこれで合宿が終わるよね。投手練習とかやりたくねえな。効率的にはどうなんだろう。556、あ、そうか、変化球が6ってことか。いや、さすがにちょっとそういうレベルの高いことは今はやらない。まあ守備練習かな。今日一日休み。お、なんか覚えた。逆境、コツをつかんだのか。で、体力も回復したから、尾崎くんとか評価はもう上げなくていいでしょう。9、基礎練習はだから精神と筋力9だけど、マイナス1だから8か、結局は。でこれ14でしょ。で10、マイナス2マイナス2。筋力練習微妙じゃね。
やっぱそうすると守備が結構効率良さそうな気がするんだけど、レベル3だからかな。怒り守る、もちろん。よし、勝負すんのこれ。ストレート、おお、ミートを上げといてよかったのかどうか。おお、すげえ、対左、なぜか回復した。ピッカリの球速がアップした。あ、はるかちゃんだ。なぜなぜ、どういうこと。あなたははるかちゃん、この前ありがとうございました。あー、早いなー、こいつなんて羨ましいやつなんだ。まいちゃんがいねえな練習に。矢部くんでももうタッグ組めそうだよね。てかタッグ組める人少なくね、2人しかいねえじゃん。2年生になった時に後輩が入ってくるかどうかか。でも打撃もそれなりにさ筋力もらえるね。打撃となんか守備を中心に、あ、そうするとでも走塁も足んねえのか。筋力とかなんかやんなくていい気がするんだけど。神社に寄ってこう。でちょっと練習して体力減って経験点もらえるっていうやつでしょ。しかも舞ちゃんが来てくれた。お前に決まってるじゃないか、練習だよ。すげえ減った、練習1回分くらい減ったな。いつくらいにレギュラーになれればいいんだろう。メンタルに人がいないからな。ちょっと評価を見てみよう。あれ、舞ちゃんの評価見れないの。チームメイト、選手能力、チームメイトでもないからね。矢部君基礎練習、打撃守備だけ。てかピッチャーになったらさいなくね。順番でいいよね。公園にしよう、また無難にムードを作ろう。まったりデート、もういいんじゃないか。あ、お、言ってくれてんじゃん、もう OK だとは思うけどすげえな、なぜわかるお前こいつ何気にモテ野郎だな。一か八か、何、どう思ってる。やけだ、やけなの前からっていうところがさ、こう許せんよな、もうこいつ。パワープロ君の方ね、こっちから告白して振られたりしたら今の関係が壊れてしまう。まあ気持ちはわかるよ。彼女ができました、チャンス1。チャンス減ってるからな1回。お、何、どこで呼ばれた。12番、ベンチ入りか。代打で出場する機会があるかもしれない。パワーをもうちょっと上げときたいけどな。上げられるだけの筋力がない。タックが来てるときはまあやっぱ普通にタックでいいよね。しかもさ、昔のパワープロって彼女ほったらかしにしとくとさ振られるからね。まあでもそれは体力が減ってきたら適度にデートしとけば全然問題ないし、体力も別に回復するからね。まあデートする価値はある。じゃあせっかくだ、初デートいきなり遊園地に行こう。初デートって彼女になってからね。こういうのは、この人動物好きなのかな。動物ランドから行くか。猫がいたらな、ちょっぴり不機嫌、ひどいし。自分がレギュラーの場合、1、自分の打撃、2、8回、ピンちゃんなりきり、コムにお任せ。ベンチメンバー、まあ、せっかくだからやりましょう。レンレン、葵ちゃんが来た。ちょっと待ってねこれはそもそも操作方法がわからん。いや、いつもと同じだと思うんだけどさ。結構強いじゃん。こうか。え、ちょ、これか。やりづら。
慣れないからやりづらプルプルすんな。ただ画面自体はもういつもの見慣れた画面だね。てか選ぶか、コントロール F だしな。あいつ普通にストレートのフォアボールじゃねえかよ。最後回ってきた、一発狙っていくよ。ちょ、いや、ちょ、マジで、調節が難しすぎる。これやってるとさ、サクスペの方の打撃にも調子が出、調子っていうか影響出そう。打てねーとかなるな、これ。嫉妬！お？なんか、どれがマックスなんだ、今。嫉妬を見逃さなかった。最後に活躍したな。スカウト強化、あ、結構上がる。神社、あれ、何か上がった。チャンスが D になった。機械音、 OK。 カレンちゃんが出てきてる。カレンちゃん 1% か、 1% か。練習しよう。でちょっと能力上げられるかな。パワーまだ無理か。じゃあせめてミートディンチを。てか弾道上げよう。結構使うな弾道。まあ、これも自分の打撃でいきますか。おお、ガイド懐かしい。自分で試合をやるっていうことになるとだいぶ時間かかっちゃうよね。なんかさ、最初初期値ちょっと左じゃん。え、サークルチェンジすげえ、まだ7じゃん。よく見たら、しゃべってね。ミット開いてこう。これ何、 どれでマックスになる。あ、俺のってこと。いや、わかんねえや。わかんねえけど打って勝った。試合のスピードではないんだね。試合のスピードかと思った。臨時試合、え、2000円って何。どうしようかな。野球道具買ってみる。2000円で野球道具なんか買えんの。ほらね、お手入れセットか。シューズかな。ちょっと敏捷ポイント足りなさそうだから。あ、スミカちゃんどう。なんかよくわかんない。流れがよくわからん。どうしてデートできるようになったんだ俺は。デートできねえし、彼女もいるから。街行こう。え、同じのどれにしようか。来ねえよ、こんなもん。子猫、黒い子猫、キツだ。赤い子猫にしよう。私の頃も知ってたんだ。そりゃね、さっき猫がいないって不満持ってたからな。そういうのは見逃さん俺は。いや、でも俺女性の変化とか全く気づかないからね。全然わかんねえし。これ32でいける。精神がないな。おお、もう決勝か。でもさっきまで自動で勝ってくれてたからね。お待たせいたしました。強い。なぜだ、怒り弱くね。1年生怒りこんな弱いの。スライダーにカーブ2だよ。球速はでも149、もともと怒り148だったからね。ダメだ、ちょっと当たんね。あのカーソル移動が難しい。あ、走れ。こういうことか。いや、ちょっと遅すぎるな。7位。一気に点取られた。これが現実だ。
大炎上したな最後。それなりの成績。さてやっていきますか。尾崎くん、タックがいまいちこう成果が出てる気がしないんだけど。パワフル高校打撃しかない俺には。いいね、ちょっと上がった。減るよりはマシだな。なんか最近さ、ちょっとあれが多くないか、怪我率か。キッパーか、技術1減るけど精神ちょっと足りてねえけどな。メンタル人がいないんだよね。人がっていうか人いてもしょうがないか。一回評価あげとこう。アリが大量発生している。 OK、 備品が切れてしまった。まあいいや、いっか。でデートしよう。公園が無難だ。いいね。なになになに、ミート多用。甲子園か。次の大会か、夏の大会で尾崎さんは引退してしまうね。スカウト評価低いな。ちょっと微妙な体力量だから、じゃあメンタルやっときますか。親戚から新しい自転車？やべの評価がやたら下がってくんだけど。別にいいけどさ。敏捷は敏捷で足りてないよね。タックが組めないときは、足りないやつを埋めてく。もう舞ちゃんの評価めちゃくちゃ高いんだけど。というわけで、ちょっと敏捷をやりつつ、神社には寄ってこう。でお参りって何なの？よくわかんねえ。クリスマスって勝手にデートするのかな。一応ここ見て、舞ちゃんいるっちゃいるよな。海とか行ってもしょうがないしね。映画とか好みわからんよ。遊園地リベンジ遊園地、もう動物ランドには行かない。よし、ムードを出して観覧車に行こう。おー、いいね。腹減ったでやんす。倒れた。やべの評価が上がった。いや、めちゃくちゃ評価高いぞ。まだあと82周もあるのに。で、敏捷精神、技術は結構あるよね。敏捷、いや、メンタルやってちょっと回復しよう。あれ、なんだ、俺はなんで今体力が105あるんだ、マックスが。よろしくお願いします。30とかめちゃくちゃ上がったんだけど。よろしくお願いしただけで。タックが組めるか、タックを組もう。はい、お願いします。これで友情が芽生えたってこと？あ、クリスマス勝手に。え、直上げすんの？上げとけよかった。そして俺たちは闇へ消えて道に迷った。歩き回って3時間後。歩きすぎだろ。何事もなくクリスマスは終わった。敏捷ポイントやったわ。今敏捷ポイント足りなかったんだよ。スカウトさんいる。精神上げとこう。片付けとこう。こういうのやっとこう。1月元旦。羨ましいやつだ。いや、もうこれ野球でしょ普通に。
え経験点はくんないんだ。ちょっとパワー上げよう。筋力不足だね。そうするとがそこまで高いわけではないよね。56とかだとちょっとメンタル挟まないといけない感じになるけど、結局精神も足りてないは足りてないからね。映画行ってみる？こっちも来ないなんて分からんよ。今日はモンゴリーメイクスパイダーマン、どっちかか。モンゴメリーインクって何？スパイダーマンじゃねえし、スライダーマンだし。下はなんかアクション系だよね。上にしてみよう。面白かった。まあまあいいか。ん？ゴー、ひとっ走り。こういうことやってるから体力がなくなってくんだよね。あ、体力減らねえ。なになになに？トレンチャーズ、謎のチームが助っ人を探している。へえ。超興味ねえ。基礎練習、人がいない。1%。あ、打撃やってみようか。お、すげえ。すげえ経験点もらえるようになってる。これが本当のタック？あ、これが本当のタックじゃん。なんだ、今まで偽物だったのか。じゃあ矢部くんの評価も上げとこう。いたらちょっとここ一回寝る。あ、待って待って待って、ちょっとメンタルで回復していこう。ラブパワー的なものはないよね。ちょ、ここはメンタル集中させる。テスト。あ、スミカちゃん、あれ、スミカちゃんってうちの高校なの？むかつき台じゃないの？打撃よし、 OK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 3。 あ、2月の週バレンタインじゃないの？ありがとう。体力10少ない。お、いいね。なるほど、もうちょっと早めに評価を上げといた方が良かったね。もう意味不明すぎる。え、冷たい出た。期末テスト知らないとかさ、ありえねえだろ。ちょっと休む、ちょっと休む、休まず頑張る。なんだこれ、眠いパターン。あまり勉強できなかったなんて結構した気がするんだけど。いや、気が酸素だったとか。復旧したいな。体力下がりすぎだろ。じゃあしょうがねえ、デートするか。公園。ちくひでえんだよ。いや、もう体力ないって。こいつ守備しょぼいんだから。評価が下がってばっかりだな。これやる気が上がった。ちょ、もう一回出ていこう。じゃあ待ち。出た、買い物。また猫でいいよ。とにかく猫攻めにしよう。カーブとスライダーしかないね。ストレートないでいいでしょ。とにかくストレート。体力は下がった。あ、あかねちゃんいるんだ。こっちも彼女なんのかな。なんかよくわかんねえや。休もう。受け取る。だいぶだいぶ盛り返してきた。ちょ、矢部くん評価上げとこう。監督もいいっしょ。なに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 、今日の昼休みは寝よう。
お、なんだコツみたいなのがあると。コツ掴んだんだけど、なんなのこの謎のイベント。超イカれてんだけど。で、この前どこ行ったっけ。まっちか。3月の海行ってもしょうがない。また遊園地行くか。ミラーハウス行ってみる。え、お化け屋敷行ってみる。なんなんだこれは。ジェットコースターに行けと。え、どこも行けなくね。結局動物ランドになったんだけど、なんなの。バッティングセンター、飛距離一ノ瀬。へえ、こいつが今一番なんだ。弱気になった。新入部員か。誰が来るんだ。あ、なんかいた気がすんな、こういうやつら。やる気がない、弱気だから。お、よき、治った。 1% か。まあ大丈夫っしょ。精神もちょっともらえるようになってんね。あ、進む君がいる。これどうなんの。ちょっとミートあげとこう。イカリとの勝負で打てるように。応援これ何なの。公園とかひどくない。いやつか。休んどくか。じゃあさて、あとは矢部くんの許可あげてきますか。やる気がないから全然あの敏捷ポイントと精神ポイントがもらえない。おお、やった。家に帰ろう。体力がない。寝る。体力がない。さあ練習、矢部くん。友情タッグを結びたい。どうだ、これで友情タッグができるようになったか。抜き打ちテスト。ああ、役の評価が上がった。特になんかあるわけではない。まあ、こういう時にもうデートしとこう。ないから。公園とか街、鬼だからな。キーホルダー。黒い子猫。色とあれなんだな、多分。色と動物の組み合わせなんだ。どうだ、じゃあ子猫。まあ役評価して下がっちゃったけどね。タッグ結べんのかな。すごい、やばい。体力減ったけど結構経験点点でた。もう死んでしまうよ、さすがに死んでしまうよこれは。寝るか。カレンちゃん、カレンとデートできるようになってしまった。デートできんのそもそも。あ、つぶらやくん評価上げてきますか。得意練習なんだろう。なんか守備とかそんな感じっぽいよね。一応見てみよう。チームメイト評価。手塚くんはコントロール。走塁だった。暁大付属の方が得意練習いっぱいそうだよね。まあ当たり前だけど。お、メンタルやっとこう。舞ちゃんいるし。よし、一緒帰るか。何が起こるか分かんないけど。
甲子園出場だな。もちろん本気。評価は上がった。また腹減った病か。ふわたメロンパンか。監督守備やるか。今下の方に2人人がいなかった。得意練習ってこと。え、これもこれはこれでやらないといけないの。あ、さらに深まったってことか。なるほど、やっとく価値はあるな。カレンちゃん、やる気は言ってなかった。あ、こっちがサンパ、まあ、やるか。矢部くん、矢部くんヘスラとかな。おお、だいぶ経験点が稼ぎ出せるようになったな。まあ、評価どんどん上げていくことは重要だね。今のところパワーが全然ねえな。パワー E は欲しい。そろそろデッドしないと機嫌を損ねてしまう。てか警告が来てからさ、デートしても間に合うかな。え、6月まだダメなの。すげえ下がったんだけど。なんか6月の4週いけるかなと思ったけど、でも最近やっぱ寒いからね。なんか7月に入ってるけど、スタメンちょっととはいえ寝とこう。で、タッグを組めるわけじゃないからちょっと筋力減るな。まあいいや、しょうがない。評価上げで、ちょうど筋力110あるからパワーを E にしておく。しょぼいな、能力的にしょぼいな。これ自分の打席でいいでしょう。また葵ちゃんか。これ絶対真ん中んないよね。俺のコントロール設定がおかしい。雨天、このスイッチのスティックがまだ全然慣れないからな。しかも青ちゃんさ、よくや先発してるじゃん。ピッチャー不足なのかな。ストレートか。こういう時にストレートが来るよな。ヒット、どうだ。よしよしよし、1本ホームラン打ちたいけど120キロ、球速は遅いね。ヒット多くねえか。みんなコントロールが良くないからか。フォーク、フォークはそれなりに落ちるな。4ドロップ勝つ。なんや、全然ダメだ。超足寄せ。まあ、ただ1回ヒットが打てれば評価が下がることはないからね。ドロップやだな。結局失投でしかホームラン打ってないよね。そもそも俺やる気普通だし、やる気絶好調ないときついな。尾崎足速いな。 C か。まあまあまあいいでしょう。こいつがどれくらいの実力があるかだな。完投したのか途中から出てきたのかよくわかんない。なんて言ってた？ビュンビュンボール。精度が低く、売り抜く、これ多数。球速が表示される。え、嫌だよ、ちょっと。ピッチャーに勝てるわけねえじゃねえかよ。やっぱり嫌。知らん、お前なんて。また出た。メロンパンか？またメロンパンだ。超謎、このイベント。あ、熊谷くんも。あれなんだね、コツくれるんだね。
回メンテルやっておきますか。あ、そうか、試合が続くんだ。筋力不足。まあ、これでいいでしょう。甲子園にはちょっと一回行きたいよね。お待たせいたしました。サクスペくらいホームランが打てるようになればまた違うんだろうけど、今のところ全然打てない。チェンジアップ入ってくる、シュート、二塁までいける。これちょっと行ってみよう、無理やり。マックス速度いけ、足押せ。どうだ、走ってってか行く、行ったね、行ったね。今よしみたいなさ、監督チックなことしてたけど、監督がモブのあれになってんだけど。ほら、ちょっとだけ早かった。シュート何気に狙い目だな。あ、しまった、進化。これは完全に打ち上げてしまった。もう1点欲しい。微調整が難しい。しまった。おー、抜けた、繋いだぜ。1点取られてる、負けた。そうか、3年間あるってことは試合が結構あるのか。試合甲子園まで行ってさ、どれだけ経験点稼げるかっていうのもあれだよね。これキャプテンになるとさ、試合やんなきゃいけないんじゃなかったっけ。だっていつか最初だから。断る、矢部くん頼んだぞ。1球入魂掴んだんだけど、あれか、こいつの評価が高かったからか多分ね。え、何これ、今季のスローガン、テクニック&ディフェンスって何。矢部くんが決めてんのかきっと。デートしよう。デートの感覚覚えとかないとあれだね、なんか結構無駄になっちゃうね。今度こそ海行こう。7月の、え、ひどいひどい、なんだこれは一体。そして合宿が始まってしまった。合わせと、もう少し詳しくチェックした方がいい。あ、矢部くん基礎練習いける。おお、結構筋力上がるけど結構体力も下がるな。もうメンタル練習、メンタル練習だな俺。いや、メンタルメンタルだな。よし、だいぶ体力は持ち直してきた。矢部くん、このさ、下にいるの何なの、あの四角枠にいる人。円谷くんすげえ評価低いんだけど。マスカウトさんもいるし、ちょっとこっちにしとこう。今はテスラ、よしやろう、いけいけ、ひたすらストレート狙い。そろそろデートしとかないと。石澤くん、え、何これ、9回裏4番、とりあえず踊るとか意味不明すぎる。4番なんで動かない、よくわかんねえ。あ、え、祭りやってんの。でこういうのさ、調べた方がいいよね、彼女とのさイベントは。体力あるから神社に寄っていきましょう。まあ練習していきますか。普通に30も下がった、そんな下がるっけ。2パー、
応組めるようにはなった。まだこんなの序の口なんだな。エスラってもう使ってよくねえか今思ったけど。薬種特納すげえ高っけんだけど。初級あれ1級入魂ってどこにあった下。ああ下だね。国際大会とかあるんだ。テスラも3。えそれにしたら高えな。まあいいや。初級に何か掴みたい気はするけどね。ちょっといくらファーストとはいえオールイーにはしたいよね。肩と守備も呼吸もちょっといいにはしておこう。足遅い。てか能力がしょぼすぎる。でどうしよう。メンタルか。受け取る。お弁当どう。評価は上がった。さて一応メンタルを見て寝る。まあここは自分の打席でいいでしょう。毎回1回戦連々と上がるな。俺は一発を狙っていく常に。これおお入っては来ない。いかに守るとかもなんかフォークとか覚えてそうだよね。そろそろどうこれ。いかないか。二塁までいける。ギリギリだな。ダッシュしてギリギリだったね。点を取られてしまった。ここは俺が一発。6番か。この能力で6番か。いくか。これは弾道3に上げた甲斐があったというものか。トタ君変わった。早い。ストレートが若干早い気がしたけど気のせいか。伸びを持ってるとか。こいつ二刀流だ。選手不足だから。ちょっと待って本当微調整が本当難しい。一応ロックオンは多分されてるからね。よーし、なんか調子が出てきた気がする。少しずつ慣れてきたか。14 2000円。一人で街に出かけてみようか。じゃあリラックス CD。 円谷くん評価上げてこう。変わってる。中島くん2年生の夏から甲子園は行きたいよね。経験点100くらい違うんじゃないか。行けるといけないでは。どれだけ打てるかにもよるけど。さあ高速スライダー。よしこれはいったね。確定演出すぐ取られやがった。1-1って投手能力的にはめちゃ弱えなこいつ。むしろラッキーか。打撃が強いのかなこの高校。まだ投げてる。スタミナ D しかない。あーちょっと詰まったけど、まあいいや。走れよし1点。
もうこれはほぼ大丈夫だな。切って言われたけどね。ブロードバンドハイスクール、さてどれくらい入る ?14。まあまあまあいいね。最初はグー。え、何これ。よくわかんねえ。あかねちゃん、アバターはどうしたんだ。まいちゃん何気に評価すっげー低いんだけど。めちゃくちゃ下がってるぞこれ。これで怒りか。能力的にはミートは上げられない、足も上げられない。あれまだか。3回勝たなきゃいけないの。3回勝って4回目。あ、そうか、別に秋の大会だからそのまま甲子園に進むわけじゃないんだ。よくよく思ったら嫉妬は逃さん。どうだ、いいねいいね。152キロめっちゃ速い。しかしなんてことはない。めちゃくちゃ弱いやつに勝ったんだけど、もうあれか、品切れか。ピッチャーちょっと泳いだね。今カーソルがね泳いじゃった。あれ怒りとか関係ないの、秋隊だから。結局14が最高か。いいね。さあ練習頑張ろう。つぶらやくん許可あげていこう。パワーコー、俺の打撃を見せてやる。いいね。おお、すげえ。前回チェックしたのと同じとか言われた。ひでもうどこ行けばいいんだかわかんねえよ。イフエンチに行こう。金あるなこいつ、高校生のくせに。観覧車やった。テストの攻略方法がわからんけど、矢部くんと練習じゃねえや、勉強したけど。けえ、まあいいや。あ、矢部くんのコツがあるな。でもちょっとつぶらやくんもいけるな。メンタルにしとこう。つぶらやくんの評価を上げていきたい。評価上げてこう。寝る。タックが組める選択肢は増やしておいた方がいいからね。神社に寄ってくる。これ結構減るんだよね。お前にしよう。よくわかんない。謎。つぶらやくん、こいつ何持ってるの。練習か。よしやろう。もうめんどくせえから全部ストレート。何、空振りか。やる気が上がっただけか。修学旅行12月にどこ行くの。え、沖縄とか。同じ高校だからみんな同じ高校。これあかねちゃんとかだったらさ、あかねちゃんってそもそも同じ高校なの、よくわかんないけど。彼女でも作っといて損はなさそうだね今のところね。矢部くんおはよう。
ちテスト、抜き打ちテストがあるらしいよって言ってた。別にそれ抜き打ちじゃなくね。で神社か。おお、何にもない。あ、クリスマス総力上がった。いやこれクリスマス前にさ、なんかあげといた方がいいね。トリックスターとかくらん精神くれたな。いや金徳さ取る余裕がないんだけど。これさっきデートしたけど、もう一回さ、なんかそのこれってデートにカウントされるのかな、クリスマスとか。映画見に行くか。順番にやっていこう。くれくれケン君、ミスターベテラン、ミスターベテラン、おお面白かったか。あんまり面白そうじゃないけどね。ちょっとこれどうする。あ、なんか勝手に終わった。思い思いにいろんなことをお願いした。はしょりすぎだろ。つぶらく評価はもうだいぶ上がってんね。でも聞いてくれ、スローガン、スピード&アタック、これってなんか変わんのかな。 3% とりあえず大丈夫。なんか怖え。総力、総力、総類じゃねえ、総力だ。ちょミートあげよう。パワーもあげてえな。アタックだからな、死んでしまう。例によって死んでしまう。このままでは一回休もう。神社、これ何、学業成就とかなんかやっ買っとこう。ゲーゲーとかひどくね。イベントがひどくないこれ。よし、甲子園には行けますと。いやーこっちだな。はい、変化球2、2月。じゃあ何を見せればいい。じゃあ守備、大して上手くないけどね。肘下がった。うん、まあ上手くはないから。基礎練、バレンタイン、うまーい。10、なんか大したあれじゃないな。なんなこの、またどれくらいこれ。知識が少し溜まった。休まず頑張る。水馬からのダメージ11、戦闘力47。ちょっと休むか。気力が回復した。気合を入れる。ダメージな、戦闘力がなさすぎる。なんだこれマジで。これめちゃくちゃ減るんだよ。そしてデートしないと振られてしまう。それは何としてでも避けたい。公園評価下がっても別にあれだからね。デート1カウントにはなるから。てか遊びに行く、一回やる気がない。1しか回復しねえのか。こいつまだフォーク覚えてない。とりあえずやる気は上がった。パワースポ、何にも上がらない。監督、お、ソーリー 3% だけど、ゴリオスって、何にもねえな。甲子園出場、さてもう一段階パワーを上げたいんですよ。
ちょっと特殊能力、いや高いわ。パワーヒッターとかいくつ ?285 とかすげえんだけど。初級2でもらっとくじゃん。一級入魂がどれくらいだっけ、取れっかな、取れんな。一級入魂、あでもこれあれか、骸骨あれだったね、含んでるっていうか、なんていうの、それやると多分70とかになってるはずだから、そうだよね。一級入魂取ろう、せっかくだ、金得。一級目に全てをかける、一応練習はできる。休んどこ、あまだ矢部くん基礎練習やろう。さて試合に行きますか。ちょっと待ってね、臨床上げとく D で自分の打席。おアレックス誰これ、エミリーの知り合いっぽいな、見た感じ。ワールド高校じゃねえかよ、よく見れば。右のアレックスマウンドに上がります。あれ俺1番、1回の裏パーフル攻撃に入ります。トップバッターは石川、投げた、あ一球入魂終わっちゃったよ。初球ストライクから投げた、打ちました。ちょっと待ってね、今ボール球だったけど、とりあえずヒット1本。石川いいバッティングを見せました。さあやるな、パワフル。この回は打順よく1番からの攻撃、先頭バッターは石川、投げました、はいや打ちました、初球打ち、ライトいった、どうだ、ライト交代、よし足を速くした、2塁までいけるはず。バッターランナーは1塁蹴って2塁へ、これぞ切り込み隊長。石川ツーベースヒットを放ちました。今日これで2打数何にもない。パワフル追う展開で迎える5回です。ここまで2安打、石川投げました、もうこの1球入魂で打たないと。投げました、ボール、アウトコースへ。1球入魂が効いているときに投げました、打ちました、いい当たり、レフトへ飛んだ、甲子園広い、ワンバウンドヒットになる。バッターランナー1塁蹴っ、蹴って2塁へ。石川いいバッティングを見せました。パワーいいはきついよね、よし行っていると、満塁、これは勝ち越しのチャンスです。ツーアウト満塁という場面で石川、ボール、俺のみんな足 F とかさ、第2球投げ遅すぎだろ、引っ張った、どうだ、打球はレフトの攻めて攻めて、吉部屋になった、2点入ってくれれば、ボールは中継、パワフル2点入りました、いいね、石川タイムリーツーベース、パワフル、パワフル追加点のチャンスを迎えました。結構すげえな、ワンアウトランナー二塁という場面で石川打った、初球打ち、カーブに合わせた感じだけど、パワーねえわ、パワー不足だ本当に。とりあえず勝った。20いいね、で多分3回戦うでしょ、もし全部20取れればオール60か、それはでかいね。さよなら男、甲子園が終わったらデートしよう。おお山口帝王実業無理だ、勝てる気がしない。全国の右の山口かっこいい、マウンドに上がりました。どういった立ち上がりを見せるか。1回の裏パワフル攻撃に入り、しかしやる気がちょっとない。先頭バッターは石川、投げた、インロー際どい球、フォークはさすがだよな、フォーク6か、でも投げた、内角高め見送ってストライク、入魂が終わってしまった。第3球はストライク、膝元厳しい球でした、バッター追い込まれました。投げた、外れた、じゃあフォーク投げてくんな、投げた、高めボール球、ボール球左中間か、取りました、これでワンアウトランナーはありません。0対0で迎える3回です。バッターは石川、カツを見出したい。第1打席はセンターフライに倒れています。初球を打ちました、三遊間の当たり、抜けた、落ちるね、石川ナイスバッティング、2
2点取ってくれた。さあ追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー2塁という場面で、しかもね、やべ、さすがに足が速い。第2球投げた、完全に外れた、ボール投げました、打った当たりだ、どうだ、頭越えるか、よし、ライト下がった、ワンバウンド、ヒット、走れ、ライトからセカンドへ、パワフル、1点入りました。あとはピッチャーがどれだけ、これさ、アウトにならない、今のタイミング出すぎだろ、追加点のチャンス、やべ、ツーアウトランナー2塁という場面で石川、危ない球、投球これから2球目、ボール、カーブはもうほとんど投げてこないね。第3球を投げました、ちょっと早かった、打った、完全にスタミナ切れたか、投げました、完全に外れた、ボール、どうする、勝負してくるか、投球これから5球目、来てくるね、てかちょっと外し気味に来たね、もうよし、勝った、悲願の優勝です、え、優勝ついに全国の2回戦しかない、試合回数が多い分そういうことか。25、一応日本一にはなった、でへへみたいなこと言って、そうか、矢部がキャプテンか、人気者になった。そして3年生、新しい部員、あ、こいつあれか、あいつの真似してんのか、猿山、なかなかやるな、ノックが長いんだけど、最後の夏デートしよう、甲子園終わったからもうデートしていいでしょう、何か食べたい、ケーキ屋さん、いちご、多いね、体力めちゃくちゃ回復した、2000円、矢部くん誘うと多分あれだよね、矢部くんの評価が上がるっていう、そういう感じだよね、ニックマン、え豚まん2000円分買った、なんて贅沢なんだ、パワスポ買わない、なんか余計なことが乗ってそう。コントロール&マッスル。あ、あれか、多分、ピッチャーで一つ、野手で一つっていうスローガンかな。内野安打。猿山くん、評価上げとく？チームメイト能力見てみよう。やる気がなさすぎる。つぶらや、基礎。猿山くん守備だね、よし、ちょっとじゃあ一応評価上げていきますが、いない、早速いない、そうか、尾崎先輩年上だったから2つ持ってたんだね、きっと。猿山、家に帰ろう、ここは4月の1週にデートはしてるから、2ヶ月に1回くらいデートしときゃいいんじゃないかな。体力10回復した、進むくんさすがだな、よし、足の速さにしよう、 OKOKOK、 走塁どう、全然タックみたいなの組めないんだけど、ホール、よくわかるチームプレー、え、もういいでしょう、どれを読もう、あー、なるほどね、チームプレー丸になるのか、ちょっとデートしよう、じゃあ海はさすがにあれだからな、じゃあ公園、公明はもう完全にあれだね、もう多分ランダムだね、秘密のビデオ調子極端まあしょうがない、猿山くんちょっと評価なかなか上げてらんないな、筋力とかさ
すげえ効率悪いんだけど、まあ、一応コツのためにやったけどさ。よし頼む。よくわかんないけど強化は上がった。ちょメンタルだけ見つつ、ハッパーとかね、猿山抱えるよ。やっとこう。まだ死にそうだな。デートしとく。なんか評価がマックスじゃないけど、マックスなくてもいいのかな。お買い物多いね。よし起きよう。ここは体力あるから。ひとっ走り。4時とかめっちゃ早いな。え、これもしかしてなんか、あ、でもつぶらやくんってあれか、そういうイベントを見ないとタックが発生しないとか、そういうのあんのかな。誰、ムードメーカーで全員の評価が上がった。レギュラー発表、試合まであと2週間てかさ、評価上げてる暇がないんですけど本当に。デート、ひどくない？なんなのみんな、嫉妬がすごすぎるんだけど。まあファーストだから一応呼吸も D にしておきますか。弱っ。ちょラストデートしよう。ラストデートして7月の一周の海はいいでしょう。泳げない可能性があるけど、よし OK。 もうデートしなくていい。これどうなんの、やっとこう。カーブカーブカーブ、体力がまた増えてんな。あ、イカリ君、そうか。予選出場は無理。この左腕が折れようとお前のために。ああ、進む君の左腕が折れたのかと思ったら全然違った。打撃、打撃が効率よくないか。10-10って、だってこれ11で増えてさ、2-4減るんだよ。筋力マジ効率悪いわ。まあ、基礎練習はね、技術1くらいだったらマジわかるけど、これ4は減りすぎでしょ。矢部くんか、ちょっと待ってね。内野安打って確か取れなかったっけ、取れなかったっけっていうか、4、うわ、4でもこんなに必要なの、結構厳しいな。スカウトさんもいるからちょっと上げとこう。総力、そうか、矢部くん総力コツもくれんだっけ。CCC くらいはちょっと欲しかったけどな。玉八、今のところ高校2つだけだけどさ、これなんかアップデートとかで増えんのかな。これは入ってくるね。玉八に早速1点取られてるし、なかなか際どいところを狙ってくる。これもう入ってきたか。ドロップが結構落ちるな。しかし逃さんよ、追い込まれてから。1球入魂だけどね。追い込まれてからも、うわ、なんだドロップが際どい。いや、めっちゃ落ちるな。シンカーも5-5だからね。じゃあダメだ、内野安打、全然ダメ。内野安打持ってたらでもあれかな、いけたかな。おお、点入れてくれてる。ドロップはね、ほんと打ちづらい。早くこいつを引きずり下ろしたいな。
よーし、来て。結構点の取り合いだな、岸。こいつの方がすげえじゃねえかよ、なんか。いったか、OK。あ、コールドになった。コールドになると何かいいことある？ちなみに玉八ってあれか、試合だけやってくやつか。3時、あ、ちょっと待って、やっちて上つぶらやくん、あ、これつぶらやくんを、え、待って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 、何わかんねえよ、切れる切れる知らねえよ。わかんねえ。だいぶ間違えたな。こんなに寝るしかない、もう寝て忘れよう。足がちょっと速い人になりそうだけど。山本、あれバス停前じゃん。田中山くんじゃないの。やる気はね、だいぶ響いてくるからね、試合の能力に。まあ普通だからそれが攻めてもの。あれだけどさ、ピッチャー能力としては全然しょぼいな。あれ、田中山くんマジでどこ行った。まだこの時は田中山くんっていう存在がいないのかな。もう一本打ちたいよね。ライナーだったか。カーブなんて覚えてんだ。ツーシフト、宮内くんは足がいい。どうだ、ゲッツーシフトなど関係ない。ホームランを打てば全く問題ない。てかさ、コールドって何点差。あ、はい、148キロになってる。はい、え、これは普通のヒットか。またピッチャー変わってんね。どうだ、多分この球場がギリギリだな、ホームラン打てんの。甲子園行くと無理だよ、しかもサヨナラだし。こんだけ打っても14か、多分マックス14なんだな。猿山くんとかあげらんねえよ、もう。で、碇くんとの試合か、どうしようかな。金徳、トリックスター、トリックスターって筋力が必要じゃん。金徳でもそんなに重くはないよね。対変化球結構コツはさ掴んでるんだけどさ、ここまで余裕があるわけではない。何なんだ、せっかく4あるしな。ちょっと来た気がするな。じゃあやっぱり足をまず C にしとこう。じゃあ一気にポイントがなくなったけど、ここで碇くんはもうフォーク覚えっけ。2点取られてる。バッターは石川。覚えてんね、いつもの碇くんだね、これ。投げました、危ない球。第2球、あとはライジング系の覚えてるかなと思ったけど覚えてなかったわ。もう自分で取っていくしかない点は。この回は上位打線から始まります。トップバッターは石川。投げました、アウトロー、ボール。風が4メートル吹いてるからな、それが。投げた、インコース。あー、ちょっと早いか。スタンドに入りました。急入魂が切れてしまった。
第3球を投げた。しかしそんなものに頼らずとも、頼らないと無理だ。ダイレクトフェンスに当たった。あ、そうか、十結の人たちってあれだもんね、一個上だもんね、本来十結いなくなってるんだ。先頭バッターは石川、投げた、打ちました、痛烈、左中間を受けぞ。これはだいぶ勝ち目が出てきたんじゃないか。まだ投げてるのかお前。ノーアウトランナー一塁という場面、インド渡してやる俺が。初球引っ張った、切れていきます、ファール。十結なき暁など、大したことはない。よーし、14、変わらない、受け取ろう。え、何、少し協力させてくれないか。頑張ろう。甲子園出場、え、なんかやってくれんじゃないの、碇くん。よし、やる気が上がったのはかなりでかい。で、どうしよう、つぶらやくん、だからここら辺の本当の友情タッグを結ぶのにあれやんなきゃいけないんだよね。え、何これ。ああ、なるほど、やった、体力も回復した。え、舞ちゃん評価がなんか大丈夫、なんか足りてない気がするんだけど。だからそもそもさ、エピローグポイントくれんの、そこもなんか謎だよね。ミート上げられんな、 B まで上げられんな。いやーでもな、特能も欲しいんだよな。チャンスとか早急はまあいらない。内野安打欲しかったんだよ。てかさ、これってさ、能力高ければさ下がるシステム、能力が高い方が得能が安くなるっていう、なんかそれもちょっとありえる話だな。これ以上あげらんねえけどね。またお前らか。さあ、球児たち、ま、彼女関係はやっぱりね、調べた方がいいよね。先制のチャンスです。ワンアウトランナー二塁という場面で石川、大きな声援が届いています。第2球投げた、インコース引っ張った、投球はこれから3球目、打ちました、打点を外される。追い込んで投げました、スプリットはボール。第5球投げました、どうよ、あー、いかないかな。あ、入った、ギリギリ入った。めっちゃ頑張って走ったのに。試合はこれから中盤4回に入ります。風5メートルいったか。石川投げました、初球スプリット空振り、変化球にキレがあります。1球目空振りから、第2球投げました。いや、これは無理だな。センターへの打球、センター交代、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。よし、チャンスで回ってきた。追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で、石川、チャンスの1球目が全てなのにな。能力的に投げました、ストレートはボール。第3球を投げた、ストレート、入ってきたか。次が4球目、投げた、これはいいね、うちのピッチャー頑張ってんだ。リードで迎えこいつら相手に1点も取られてないとは。ホームランを放っている石川、初球打ち引っ張った、三塁線切れてファール。さあ次の投球投げた、いやー上げてしまったか。引っ掛けたショート後方のフライ、掴んでこれで3アウト。ちょっと危なくなかったあいつ守備乱れを感じたんだけど。これでいくつくらい上がるかだよね。22か、試合回数が多いからね、それはサクスペほど上がるとは言い切れないけど。石黒くん、まあもうどうせなかなか練習できないからね。で
クリアまであと1周だから、これでもう終わりだ。対左って結局取ったんだっけ、 C になるだけか。そっか、3段階上げなきゃいけないんだよね。満塁男、さよなら男、逆境、かく乱、あ、トリックスターだって動いたから。対変化球、変化球を打つのが上手くなる。出塁するとプレッシャー。ちょっと経験点取っておきますか。アンドロメダか。イカリ君怪我したんだったら、なんか青明学園とかの話もなんか久々に出してもらいたい気がするけど。てかサクスペルさ、野球マスク出してほしいよね。ひときわ大きな声援が聞こえます。セカンド牽制球です。二塁タッチセーフ。第2球投げた、ボール。第3球を投げた、完全に外れた、ボール。めっちゃボールだけど、コントロールがよろしくないからね、大西君は。投げました、ちょっと待って、頭超えたか。抜いていった、ボールは中継。1点、バッターランナー二塁でストップ。パズル同点、1対1。同点で迎える3回です。先ほどタイムリーを放っている石川、ボール。投げました、打ちました、内野安打。1の送球アウト、スリーアウトチェンジ。中央右バッターだからな。同点で迎える5回です。ツーアウトランナー1塁という場面で石川、フォークボール見送ってストライク。1球目ストライクから、うわ、早っ。ストレートやっぱ速いよな。取ってこれでスリーアウトチェンジ。一塁パーク大展開で迎える7回、まだ投げてる。ツーアウトランナー一塁という場面で初球打ち、見極めし、抜けた、ボールは中継。点入れてくれるかって言ったらちょっと厳しいけど、入れてくれた。サヨナラ男取っとけばよかったかな。寺田くん66、トップバッターは石川、今日はここまで4打数2安打。うわー、ダメだ。打球はショートの右、繋ぐことすらできなかった。これでワンアウト、ランナーはありません。あ、勝った、こいつが決めたのか。なぜか甲子園優勝できたんだけど、大して活躍してないからね俺。結構上がったね。怒り守る私服だ、かっこいい。私服っていうかあれ、暁大の制服。いや、でも暁大の制服ってそんなんだったっけ。甲子園優勝してもポイント自体は、お、なんかもらったのか。癖や気をつけるとこなどが細かく書いてある。いろいろ参考になった。555しょぼ、マジしょべんだけど。まあ、これだけ活躍してればでもドラフトは大丈夫でしょ。1位とは言わないけど。ひ1位だ、矢部くん。そう、この頃は矢部くんもね、プロ入りするからね。あ、ここでなんかくれる。あ、上がった、トリックスター。またトリックかな、トリックスター。能力アップ、コツは掴んだからね。だって、あ、取れんな、取ろう、せっかくだ。あと残ってるのってか、能力自体はうんこだからな。まあ一応総理上げときます。あともうちょっと上げられるやつ、呼吸は上げられない。もう一回こんなもんで。まあ、最初のね、人だからね。ちょっと待って、これでいいですかなと。どうなの、全能力見させてくれるよね。あ、そうだよね、312。いや、なんか強い感じは全くしないけどね。一応金徳は2つ取った、調子極端だし。そういえば、まあこんな感じですね。多分このまま進むと戻るかな。なんかアイテム手に入った。
これ何？スライダー1とか、え、何これ？持ち込んだ方が強いってこと？はい、というわけで、やっぱりちょっと時間はかかるね。1時間半ちょっとかかってるんで、まあ、多分これで次暁台ができるようになってるよね。まあそんなところで、まあ暁台の方が強い選手は作れるでしょう。というわけで、もう少しちょっと調べてから次は暁台付属のサクセスをやっていきたいと思います。そんなわけで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。